ケジです。今日はマーケティングとかプロモーションにおいて映像だからできることっていうのを少しお話ししたいなと思います。はい、というわけで僕が映像制作をやってて感じることとか、映像ってやっぱりいいなって思う点の一つなんですけど、マーケティングだったりとかプロモーションっていうところで映像って使われることはもちろん多いと思うんですけど、その映像を作る上で映像だからこそできることっていうのを分かってるとすごく役に立つんじゃないかなっていうふうに思うので、今日はちょっとこうやって動画に残しておこうかと思います。はい、まず1点目なんですけども、これはまあこすり倒されてることだと思うんですけど、映像っていうのは情報をたくさん入れられるので、そこがまず一ついい点だと思います。例えばその人物のことを紹介するときに文字とかで説明しようと思ったら結構莫大な量を書かないとダメだと思うんですよね。こういう髪型で、男性で、何歳でみたいなんとか、こういうことが好きでとかで、もっと言ったらその人が今どこにいてどういうことをしてるかみたいなことを書くときっていうのはすごく大変な量になると思うんですけど、映像で言ったら言ったらそれを一画面でバンっていう風に出せるっていうところです。なんかこう人ってやっぱり映像で情報を取り入れることが多いので、例えば髪型だったりとかその人の表情とかいろんな情報をパッと見ただけで読み取る力があるので、そんだけでなんとなくこう街とか歩いててもこの人ってこういうこと好きなんちゃうかなとか、例えば服とかを見た時にあこの人こういうジャンルの音楽好きそうだなとか、なんとなくわかんないですか、なんかそういうのがあると思うんですけど、それを映像には組み込めるっていうところが僕は映像表現をしていく上ですごくいいなって思ってる点です。例えばミュージックビデオとか僕とかやったら作る時とかはその登場人物が出てくると思うんですけど、その人の説明ってわざわざ入れなくてもなんとなく想像してもらえると思って作ってるんですよね。こういうファッションでこういう髪型でなんかこういう仕草でとかっていうのがあったら、なんか多分この人はこういう感じの人だろうなっていうのを見てる人が想像できるっていうところですね。文字とかにしようと思ったら結構大変かなと思うんですけど、大変やし結構時間がかかるというか、読むまでに結構時間かかるしみたいなところを、それをギュッと凝縮できるのが映像の表現の仕方だと思います。他の例えばビジネスだったりとか、そういうマーケティングプロモーションみたいなところで言うと、何かの商品の説明をするときとかにこう書類を例えば作るってなったら結構な量の資料を配ってやらないとダメだと思うんですけど、そういうのって結構読むのめんどくさかったりすると思うんですよね。文字がこう結構バーっていっぱい書いてあったりとかすると伝えにくかったりするんです、逆に。なんですけど、それをこう映像でバンって見せることによって相手側にも伝えやすくなるし、時間の短縮にもなるっていうところですね。これがすごくいいところの一つ目だと思ってます、僕は。なので映像でできることの一つといえばやっぱり情報をたくさん入れられるっていうところです。映像でできること2点目なんですけども、まあこれは他の分野でももちろんできるとは思うんですけど、映像の方がやりやすいっていうふうに僕は思ってることで、信頼感が増すっていうところだと思います。例えばなんか手作りの製品があったとして、革の製品がありましたっていう時に、このプロモーションの映像を例えば誰かがちゃんと作ってる映像、その人の顔が映ってて、ちゃんとその工程が映ってて、なんかすごく大変な作業をしてる製品っていうところを見せた上で値段をつけるっていうところと、何もなくこのパンって置いてあるのっていうのは、まあ、ブランディングにはよるとは思うんですけど、なんかそういう映像が添えてあった方がやっぱり信頼感は増すのかなっていうふうに個人的には思ってます。でそのブランドとかその製品に合った雰囲気の映像を作っていくっていうのが動画クリエイターだったり、そういう僕たちクリエイターの仕事かなっていうふうに僕は思ってるので、なんかそこに対して色味だったり、それこそフレームレートだったり音楽だったりっていうのをつけていって、その製品をより良くしていくっていうところを映像はしやすいのかなっていうふうに感じてます。なのでまあ信頼感が増すっていうところですかね。なんかあれに近い気がします。例えばこの野菜とか買うときに、僕はそうなんですけど、この顔写真がこう貼ってあって私が作ってますみたいなんてあるじゃないですか。なんかああいうのとかをもっと丁寧にやっていくっていうのが映像ではしやすいんじゃないかなっていうふうに思います。あれを言ったら他の製品でも工程とかそういう人柄とかを見せていくと、その製品に対する商品に対する信頼が上がっていくっていうところが多分出てくると思うので、そういうことをやりやすいのはやっぱり動画の強みじゃないかなっていうふうに思ってます。
3つ目なんですけど、さっきの2点目の信頼感が湧くっていうのにちょっと似てると思うんですけど、親近感に関してもやっぱり動画の方が湧きやすいんじゃないかと思います。例えば文字だけで知ってる人とか、文字と例えば写真とかだけで知ってる人より、動画で喋ってる人、インタビューとかなんかこう聞くと、なんかこう親近感湧かないですか。その人を知ってる感じになるとか。でそれを例えば YouTube みたいなこういう媒体とか、まあ、いろんな媒体で定期的にこう発信をしてると、なんか自分は知ってる人みたいな感じになってきたりとか、それこそさっきの、信頼感が増すっていうのにちょっと似てるとは思うんですけど、誰が作ってるものかっていうのが分かってた方が、なんかサービスも受けやすくなったりとかするんじゃないかなっていうふうに僕は思ってて、そういった部分を文字で作るのって結構難しいなって思ってて、なんかそこを狙っていくのであればやっぱ映像を使うべきだと思うし、その会社とか個人とかのもちろんブランディングによるんですけど、親近感を持たせたいとか自分のことをもっともっと知ってもらいたいっていう方に関してはやっぱ動画っていうのは活用していくべきなんじゃないかと思ってます。なので動画の力3点目に関しては親近感が湧きやすくなるっていうところかなと思ってます。映像だから表現できること4つ目なんですけど、これはストーリーを伝えやすいっていうところです。僕で言ったらミュージックビデオだったりとか、例えばイベント、なんかスポーツとかいろんなことを撮るんですけど、その中にもやっぱ一つ一つのものに物語っていうのはやっぱりあって、それを軸に僕は組み立てていくことが多いんですけど、例えば2時間の物語だろうが、10年の物語だろうが、1000年の物語だろうが、それをギュッとまとめて表現できるっていうのが映像の素晴らしさだと思ってて、もちろんそれを写真でも表現できると思うし、文字でも表現できると思うんですよね。だけど映像の方はやっぱり緻密にこの想像できること、想像させることを結構同じところに持っていく力っていうのは映像の方が強いんじゃないかと思ってます。写真で言ったら、例えば1枚の写真でこういろんなことの、もちろんこれもその場を切り取ってるっていうところだと思うので、いろんな背景があって、いろんな物語があって、それを想像するのが楽しいんで、その想像の幅が広いのは写真の方が広いかなっていうふうに思うんですけど、例えばそうですね、イベントとかのストーリー、こういうイベントだよっていうのを伝えたい時とかはあんまり違いがない方がいいと思うんですよね。じゃあそういう時はやっぱ動画の方が使いやすいし、ミュージックビデオとかに関しては例えば曲にやっぱりストーリーがあると思うので、そのストーリーをミュージックビデオにちゃんとはめてあげると、その曲に没頭しやすくなるというか、そういう部分もあると思うので、なんか僕はなんですけど、基本的にエンターテイメントを軸にしてるんですけど、総合エンターテイメントっていうのが僕はやっぱり好きで、なんか全部が誰かが見てて楽しむとか感動するとか、そういうところの一部だと思ってるというか、例えば音楽だけ聴くより、やっぱり音楽と素敵な映像がセットの曲の方がやっぱり僕は感動が大きいし、なんか映画とかもやっぱりそういうセットで作られてる、その映画の内容に沿った歌があったらやっぱりずっと頭から離れないというか、ずっと覚えてるというか、昔の曲を聴いたとしても、その時の例えば映画が思い出されるとか、映像として頭の中で思い出されるとか、そういうのがきっとあると思うんですよね。なんかそこに関してストーリーを持たせやすいっていうのはやっぱり動画の魅力かなっていうふうに思ってます。なんかその中でやっぱりストーリー性を持たせやすくなってくるので、その要因として最初に言ったあの情報量を多く詰めれるっていうのはやっぱり一個の武器としてこうつながってくるというか部分なんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので4つ目は、ストーリーを伝えやすいっていうところが動画の魅力の一つだと思います。はい、5つ目になります。5つ目なんですけど、これもさっきの、ストーリーを伝えやすいっていうところにも乗っかってくると思うんですけど、感情とか、熱量とかっていうのも伝えやすいと思います。例えばこれも文字とか写真でその熱量とか感情を伝えるのって結構難しいと思うんですよ。もちろんそれが伝わってくる文字とか、あの写真がたくさんあるので、それはもう僕見るとやっぱ感動するんですけど、動画の場合はやっぱそこが結構ちゃんと切り取れるというか、やっぱ動きがあるので、その分なんでその例えば笑ってるのかとかもなんかこう情報入れやすいから分かりやすく表現できるし、なんか例えばスポーツの試合の時とかやったらその熱量とかを音声も入れれるし、
もちろん動いてる人たちも入れれるので、その場の熱気みたいなものを閉じ込めてあげられるみたいな感覚があるので、さっきちょっとお話しした例えば何かを作ってる人たちですよね、職人さんとかの思いとか熱とかもやっぱ伝えやすくなってくると思うので、そこら辺の感情とか熱量みたいな、こう数値化できないというか目に見えないというかみたいなものを表現しやすい媒体だなっていうふうに思ってます。結構僕が好きな映像の感じで言うと、やっぱそういう、なんやろ、熱が入ってるというか、熱が閉じ込められてるというか、思いがちゃんと入ってる動画みたいなのが僕はやっぱ好きなので、個人的にはそういうところを作っていきたいなっていうふうには思ってます。はい、なので、まあ、5つ目、熱量ですねとか感情を閉じ込めやすい、表現しやすいっていうのが動画の魅力の一つなんじゃないかなと思ってます。はい、そんな感じで、まあ今日はちょっとこの魅力みたいなのを話し出すとちょっとたくさんありすぎてちょっとまとまんなくなってきちゃうので、今日はまあ5つお伝えしとこうと思います。僕が今感じてる、動画制作をやってきて、なんかいろんなお仕事させてもらって、でこう制作をしてて感じる点ですね。もちろん他の、僕は結構ね、他の表現もすごい好きなので、もちろん文字とかコピーライターの人だってすげえなって思うし、写真家の人ももちろんすごいなと思うし、絵描きとかなんかそういうもう数あるアートだったり表現の人たちっていうのはやっぱりすごいなと思って、いろんなものからインプットをして、それをこう自分の表現に落とし込もうっていう風にしてるんですけど、例えばビジネスとか何かを伝えるものとか、商品の紹介とかだったり、何かイベントだったりとかの紹介に関してはやっぱり動画はすごく力を持ってる媒体だと思います。僕はやっぱ映像制作やり始めてよかったなって思うし、お仕事をいただいてこの商品だったりイベントだったりっていうのを紹介したいとか、まあ、残しておきたいとかっていうところもそうですね、まあ、それもまあ一つの魅力だと思ってます。すごく残しておけるっていうのも、でなんかそういうところに関してやっぱりそういう映像がちょっと添えられてるだけでだいぶ説得力が違ったりとかするので、うん、なんかやっぱ初めてよかったなと思ってます。で自分がやってる活動とかダンスだったりそういう音楽だったりっていうのも、その作品を作ることによって深みが増すというか、自分が思ってたものを形にしていくので、深掘りするみたいな感じになっていくので、なんか自分で作ってても、あ、ここってこんな感じで思ってたんやみたいなことも結構出てくるので、それもすごいいいと思います。作った人とかもなんかこう映像にしていくことによって、あ、なんかこんな感じの視点とかこんな感じの思いも乗ってたんやなっていうのが出てくるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。なので今日はちょっとそういう雑談になるんですかね、雑談なんですけど、まあこうやって自分がやってる好きなものの魅力を伝えるみたいなものの一種になるとは思うんですけど、映像制作をこれから始める方とか、始めたばっかりの方とかはなんかこの辺意識するとすごくいいんじゃないかなって個人的には思ってます。だそこも何も考えずにパンパンパンって作るよりは、なんかいろんな情報を入れられるから、逆に注意するべきところも多分出てくると思うんですよね。背景になんかこういろんなものがあったとして、なんかごちゃごちゃしてるのがいいのか悪いのかとかもそうやし、情報を入れれるがゆえに入れすぎて意味わかんないものになってるんじゃないかとかっていうところもそうだし、逆に感情が入りすぎてて乗りすぎてて、なんかただただエモいだけの動画になってるとか、なのでなんか伝えたいものが何なのか分かんなくなっちゃったみたいなことにも気をつけられると思うし、なんか例えばこうストーリーを考える能力とかもついてくると思うので、こうやって僕は動画制作の話をしたんですけど、結構ねエンターテインメントとかをやる上では結構考えてることかもしれないです。自分の中で大事にしてることが結構動画制作にもギュッとされてるなっていうのが僕の印象です。はい、今日はこんな感じで動画の魅力5つかなをお伝えしました。まあなんかいつも僕が使ってる機材とか、こうやってなんか考えてることとか、まあ制作の裏側とか、そんなところをちょっと発信していこうと思っておりますので、少しでもこの動画がいいなって思ってくださった方は、いいね、コメント、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。